さくらです。もかです。ゆかです。お願いします。お願いします。ということで、せーの、サムギョプサルパーティー。じゃーん、じゃらーん。この企画、なんと TikTok の振り付け対決のおもび企画ということで、はい、ちょっと気まずいでーすしかも未来もいないから、そうだね、なんか本当に、ね、未来も一緒だったらさ、まださ、うん、ラッキーとか一緒にね、さ、取ってつけたような感じ三人で楽しもう。やった、ありがとう。イエーイ、レッツサムギョプサル。さすがにねせーの、乾杯。まっ、うまっ。出してるんですけど、じゃあこれも入れちゃう。お肉、お肉入れちゃいましょう。時間からいくね。はい、いくぜ。えい、うぉぉぉ。2枚ぐらい。うん、うん、切るしね。おぉ、やばいね。最高だね。え、やばい、幸せなんだけど。やばい、やばい。何この幸せな撮影。やばいね。いいよ、おしゃれ。うおぉ、めっちゃいい感じ。うまそう。やばいね。天才ですわ。うわぁ、インサート撮影お願いします。インサート撮影、インサート撮影、うまいよ。インサート撮影、すぇー、やばいですよ。ない、行ったのこの間。え、行ったの。やったの、あれやった、美味しかった。え、美味しいんだ。うん、何食べた。餃子、餃子も食べたし、エビチャーハンも予約しました。マジ美味しい。美味しい。てか予約しないと結構なんか、今日は予約でいっぱいですみたいな人もある。一回それ食らってちゃんと予約していった。予約はすごいね。上から取れるやつでバズったの。多分そう、うん、そうだよ。え、で、置けるとこがあるんだよね。荷物台がね、上も置いたよ。あの、YouTube 上がってる。え、わかるの。ねえ、そうだった、そうだったよ、そうだった。見てないの？上がってたよ。あれか。じゃあ、誰見てた？え、せーの、やってみよう、せーの。あ、いいや。せーの、大学の友達。高校の友達です。あ、全然、そうだったかも。あ、でもすごい、なんかあの、若い、なんかすごい、あの人可愛らしい方だったよね。僕にちょっと似てるって出たから。そう、似てるでしょ。全然全然全然。一緒に神戸行った。あ、そうだ。やっぱそうだ。いやね、全然動画とさ、リアカとかにさ、あげてほしい。そう、そう。見たいの、そういうの。マジか。なんだか。あの、モカのプラで知りたいの、こっちは。確かに。うちら、リアカさ、うちらはその基本、あげるよ。確かに、結構あげてるかも。ビリアルはあげてる。うん。リアルはあげてる。リアルでもモカ、本当に。確かに確かに。リアルレア、うん、ゆか、ゆかリアルレア。でもゆかリアル大体おうち。ゆかリアル、ゆかリアル、ハワカリアル。サクリアルは結構なんか仕事とか、うん、もう本当に日常もあげてるでしょ。私モカリアルはパソコン画面とかよく見る。ああ、確かに大学生。モカリアルはね、あのリア友が多いね。そうだな、リア友をあげてる。はい、切っちゃいます。はい、荷物が。いける。いい感じです。イエーイ。結構すぐできたね。はい、いただきます。いただきます。使うでしょ。いか、大丈夫。私も肉だけでいく。肉だけでいこう。肉だけ。うわ、おいしそう。わかりまそう。いただきます。いただきます。うわ、おいしい。どうする。もう、革命。やばい。うますぎ。今までのサムギョプサルで一番美味しい。うん。え、マジうまくない？この肉。この肉めっちゃ美味しい。何？今日、なんとなくトークテーマを募集してみたので、わかります。なんかちょっとお話しましょう。学校時代の愚痴大会。学校時代の愚痴？うん。いっぱいありますよ、正直言うと。いっぱいあるけど、なんだろうな。もう何年前だろうか。そんなに？うん。厳しい先生とかいた？ああ。
いたわ。クラス全員携帯没収されたことある。えぇ、うちは携帯禁止だったの学校がね。で持ってってもいいけどクラスで使ったりとかしちゃダメで、うん、学校にいるときは絶対ロッカーに入れとけみたいなルールがあったの。はいはいはい。でもみんな守ってなかったのね、うん、ある日国語の授業の日にピロンって鳴ったの、前の方で、うん、で誰の席で鳴ったかも大体わかるのね。ああ、はい、わかるじゃん、この辺で鳴ったみたいな、うん、あの子だなみたいな、ね、そうで先生が手あげろみたいな、もったい手あげろみたいに言われて、うん、誰も手あげない、伏せろみたいな言われて、こう伏せて正直に手あげろみたいな言われて、うん、誰も手あげなかった、うん、じゃあ今から全員手荷物検査するから、で他の先生バーって来て、今職員室にいる先生とかバーって来て、みんな集まって一人ずつ荷物検査されて、うん、机の中とカバンの中、えでも携帯持ってきていいんだよけど、ロッカーに入れてないとアウトなの。あだからみんなロッカーなんて入れてないじゃん、うんうん、それでみんな没収されたの。でその日に帰ってくると思うじゃん、その日金曜日ね、うん、もう金曜日だからその日に帰ってくると思ったら土日明けて月曜の夕方に帰ってきたの。やばくない？3日間携帯なしで過ごしたっていう記憶ある。でもそこからちゃんとロッカーに入れるようになった。え、なったんだ、うん、偉いね。怖くてね。怖い、ね、うん、なんか素直なみんなが、うん、っていう衝撃なエピソードある。衝撃なそれは。衝撃、うん、マジで恥ずいんだけど、うん、1年生の校舎と2、3年の校舎が分かれてて、その時1年だったの、うん、で1年の時って入ったばっかりでなんか先輩大好きやん。3年生の先輩が窓側見て向かい側の教室だったの、うん、イケメンの先輩がもうめちゃめちゃ多かったの、うん、えぐいの、うん、もううちの中、うちの中でランキングとかがあって、うん、でその人たちが窓側の席だったの、うん、陽キャが仮想像来ましたみたいな、来ました大好きな先輩がいたんだけど、その時に女子だからこう鏡を持ってね、うん、行くじゃない、うん、手鏡みたいな、ちっちゃいやつ、うん、はいはいはい、私も窓側の席だったんです、うん、私思いついちゃったことがあって、うん、反射の光をちょっとずつ当て体に当ててこっちを向かせようバカじゃないのみんなの中で流行っちゃって、うん、そこで私たちと先輩がでこう反射させながら、うん、ちょっかいの掛けみたいにしてたのよ、うん、でなんか「やめろよ」みたいな「うん、なんかえっ、ー!」みたいな「いやー!」みたいな「うん、いいな」みたいな、そしたら私たちの学校鏡禁止になりました。えっ、ー、やばっ鏡禁止やばい。授業中とかもうすごい鏡で遊んじゃってて、授業中も行ってたの、それくらいで鏡禁止になって一時期で一人迷惑かけてしまいました。マジ子供だよね普通に。でも思いついたのマジすごいわ、うん、それはなかなか話してた。先輩怖かった、中学の時怖かった。吹奏楽部の先輩ってめっちゃ怖いんだよ。バカ怖い、バカ怖いね。ちょっとなんか1年生とかをやらかしたら1年生並んでみたいな、うっ言われて、うん、1年生並べられて誰々ちゃんさみたいな、この前すれ違った時挨拶してくんなかったよね。あった、そういうの。挨拶絶対しなきゃいけないの、すれ違ったら。授業の合間とかさ、休み時間とかすれ違うよ、うん、そしたら先輩にお疲れ様ですとかなんかこうこんにちはとか挨拶しないといけない、うん、それをちょっとしなかったとか先輩がいるのに気づかなかったとか言うだけで誰々ちゃんその挨拶無視してるのみたいなとか、スカート校則破ってるよねとか眉毛剃ってるよねとか、そうマジそのレベル。よかった。うちの学校さ、スクールバッグがリュックか斜め掛けかみたいな、うん、紐を付け替えてどっちにもできるバッグだったのね、うんうん、で1年で斜め掛けにしてるやつは先輩から目つけられるって。やばーね、嫉妬やん。なんかちょっとまあリュックってさ、なんかまあランドセル感若干あるからさ、1年生はもうみんなリュックみたいな感じなの最初は、うん、で慣れてきた先輩とかが斜め掛けにしてちょっとおしゃれにしだすみたいな文化があったんだけど、うんうん、なぜかめっちゃ目つけられてやったの、なんかが余裕の斜め掛け。でも分かる、そういう理不尽なのめっちゃあった。あとなんか体育館連の時とかがあるのね。体育館で練習させてもらえることなんてほぼほぼないの、うん、基本体育館部活の人がやってるとかいる、そうだけどたまにあるんだけど、そういう時とかに楽器を移動させる時とか、うん、食べないで早く楽器運んで走ってみたいな。ね、怖かったよね。マジで怖かった。本当に怖い。超遠くから先輩の怒鳴り声とか聞こえてくるの。走ってみたいな。どういう気持ちで説教してるんだろう。じゃあ自分たちも説教する側になった。いや、ゆかはもう怒られすぎて自分はそういう先輩にならないでおこうって誓った1年の時、まあ、私も怒鳴りはしなかったな、うん、走ってとか喋んないでやってとか言ってたけど。分かった。え、これ食べたらもうご飯食べてるからだ。あ、そうだ、ご飯全部食べた。全然余裕じゃないの、うん、じゃあ焼け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 取っちゃって、お肉焼け焼け取っちゃって、お肉焼け
モカ行け。モカ行け。なんで？高梨も行け。高梨も行け。ゆうかめっちゃある今。はい、1個だけ。はい。はい。ハマってた、おはハマってるドラマ、映画。うちらのやつあるじゃん。うちらのやつあるね。マジある。せーの、ペントハウス。ペントハウス本当に面白いよ。何面白い。ここ最近で一番面白かった。もう一回見ようか。え、そう、わかる、わかる。でもエピソードが長いんだよね。これから見る人は、ここからここに書いてある秒数まで飛ばしてる。とにかく全員が性格悪いという。マジ理解されないけど、チランって大好きなの。本当にマジ意味わかんないから。ゆかと一生分かり合えないと思った。うちらが好きなのは、せーの、ソクヘン。マジでいきない。いや、ソクヘンは誰もがかっこいいと思うよ、確かに。でもつまんない。もうあれよ。つまんでみたのに。結婚するのか。うん。マジにしたいと思ってるの。うん。でも違う違う、チランテのあの性格じゃないの。ビジュ？うん。顔かっこよすぎない。ソクフンでしょ、普通。いや、ソクフンマジかっこいい。じゃあソクフンとダンテに付き合ってくれよって言って、付き合えるのがピッチャーだ、これ。ダンテ見ましたよね。え、理解できます。え、でもチランテかっこいいですよね。かっこよくはあると思うけど、年齢差的にそういう対象で考えるんだっていう驚き。え、全然いける。まあ、年齢差はね、うざすぎてもそれどころじゃないよね。性格が、あの、性格でもうなんか無理。なんかうざいんだけど、わかる、うざいんだよ。だけど、かっこいいからなんかちょっと免除されてる。うーん、されちゃうんだ。うん、まあ、あるけど、気断って似合わない。ペントハウスは見て間違いないんで。絶対見てほしい。ガチで見てほしい。付き合うなら、結婚するなら、ドラマとかアニメとか映画とかの役名で教えてほしい。付き合いたい役。いや、ゆうか結婚ならある。私も結婚。あー、あー、なんかちょっと違うな。花沢類。あー、どういったの。花沢類みたいにデレデレがいい。クール。うん、ちょっとクール。うん、デレデレがいい。もうグイグイ。犬みたいなのがいいの。じゃあさ、あなたの番です。手塚翔太。あー、あるけど、ちょっと待って、手塚翔太。あー、あのグイグイちょっとね、話変わってくる。あー、好き。あれ結構好き。好き。ね、付き合うってなったら、好きな人だったら、あれぐらいされないと、うん、嫌やだ。無理でしょ。デレッデレ、犬。デレデレすぎるな、あれはちょっと、って思っちゃった。てか、田中圭さんがやばい。田中圭さんはやばい。うん、かっこいい。大好きすぎる。待って、もう私は。大丈夫？心配。私はちょっと昔のドラマなんですよね、私が好きな。あ、ごめん、もか。何のやつ？ブザービートっていうドラマ。あ、知ってます。いや、見たことない。何のやつ？ブザービートだったら、金子のバキハ。マジで言ってんの？うん、ねえ。金子のバキかっこいいよね。ね、金子のバキハ大好き。ブザービートの金子のバキハ。やばいですよね。ダメですよね。ダメだよ。何？若バキハとかや。エロチックて。え、でもいいか、そういうのね、ちょっとね、いいのよ。おいってなる。中断ってだもんね。そう、中断ってだもんね。なんか、そうだもんってなるんだよね。いい。余裕の神谷直樹。はい、ヨマピー好き。ブザービートの北川景子がいい。え、てか、うち、牛島くん知ってる？うん、ああ、わかるけど、牛島ない。え、ね、見た方がいいよ、中断って好きなの。なんでた？ブザービート。中断って好きなの。違う、それは私のやつ。牛島くん。え、牛島くんの、あ、山田孝之？うん。とかと付き合いたいの。分からん。見てみてほしい。結構ガラ悪いけど。山田孝之分からん。いや、分かる、それは。結婚だったら何だったの。いや、結婚だったら、そう、あの、手塚翔太って思った。あー、なんか一生愛されてた。分かる。なるほどね。素敵だね。冷める男子の行動。冷める。冷める時あるかも。私、え、冷めない。冷めないっけ。もう冷めなくなった、ここ2年ぐらい。うん、人に対しても冷めない。へえ。最近はないか。やばいことされても。本気で好きになったことあるっていう証拠かな。うん、そうかも。成長した。うん、え、本当に冷めないの、ここ2年ぐらい。いいことじゃない。人に冷めたことない。会話かとかだからもない。学生の時はあった。それでしかなかった。うん、逆に、うん、別れる理由とかなんかさ、私さ、うん、なんだ、うん、こっちがテンションの高くない時に向こうが、うん、周りがちょっと迷惑かもって思うぐらいバカ騒ぎしてたら冷める。あー、うん、冷める。空気読めない感じね。うん、もうちょっと周り
確かにでもって冷めちゃう。なるほど確かに、うん、それはちょっと嫌かも、うん、うちあれ冷める。目の前で何々ちゃん可愛くねみたいな話とか、ああ言ってずっと言ってるよねそれ。確かに一歩譲って女優さんはいい、うんうん、だけど SNS やってる身から言うのもちょっと変なんだけどSNS をやってる女の子系を褒められると、お前の心の中で思っとけよって思っちゃう、うん、いちいち口に出すあたりがお前はめっちゃ安く、ね、見えてるし気持ち悪いなって、うん、なんかもう無理、口に出すみたいなのが無理。でも私の地元の友達結構さくらちゃん可愛いっていう人多いよ。それは話は別に。それは話違うね。わかるわかる。さくらちゃん可愛いって聞かれるかな。当たり前だろって言ってる。え男の人？男の子。男の人いっぱいいるの？てか男の子多い。あんまパッと3人ぐらい思いつく。ちょっと。うん、後で聞いてきます、ね、自分の恋人がやってたら嫌だねって嫌だね。確かに嫌やかな。なかなか冷めないけどね。まあそうだね、うん、一回好きになった最近はね。ちなみにあのメル始めたての頃はどうだった？始めたての頃とさ、うちらタイプ変わって全然違う。ゆかが一番違うじゃない。さくらはちょっとあの時より大人になったなって感じじゃない、うんうん、まあでも似てるよねやっぱ人の系統は、うんうん、似てる似てる似てるんだよ。モカも、あ、いや似てないか。いやモカはね、いやでもあ、わかるわかるって感じ。ほぼわかるほぼわかる。一緒じゃない大体。てかゆかなんか大体一緒だ。結構系統違うかも。すごいよね。違うかも、全然違う系統が多い。全然違うかも。全然違うかも。一番恋愛感とか読めなくない？読めない。多いって感じ。今ここ思い返すと、思い返すと確かに思い返すとやめて。何人知ってますみたいな。あの頃思い出す。でもうちは3年いや、ば3年一緒にいるとやっぱいろんな人ではないけど、うん、まあ恋は何人かね、うん、何人かをしますから、ね、って言ってもやっぱお姉ちゃんバカバカ、やめてやめて、何だこいつ、追いつけない。バカバカじゃん、追いつけないって感じで。何言ってんねん。いや最初の頃は冷めてたな、多分カエル化とかしてた。なんかさ、カエル化行動みたいなトーク募集した時とかさ、うん、これわかるって結構言ってたよね。あ、言ってた、まあ、今でもなんか思い返せばそういう人いたなって。今もめっちゃわかるはわかるんだけど、実際に自分がしないなっていう。うん、そう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 、ね、それ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 、ね、イケメンほどするゆか。あわかる。だからイケメンとかなんか、あなんか年上のなんかこうなんていうの、カチッとしてる人ってさ、やっぱこっちの理想みたいなのがあるんだよね。そうきっと。そうなの。もうこういう人みたいな、王子様とかまではいかないけど、うん、そういうなんか理想みたいなのがあるから、ずれた時にあれって。そう本当にそうっていうことなんだろうね。きっとそういうことなんだろうね。あんまり言うか好みじゃない。好きなタイプイケメンとか言わない。カエル化起きちゃう。本当に、こちらはイケメン好きだもんね。イケメン好きよ、ね、イケメン好きやろ、なんか興味ないみたいな。イケメン好きだけど、ソクフン好きよ。ソクフンみたいな感じのイケメン好きなの、わかる？マジソクフンみたいな人好きじゃない？マジで、確かにイケメン好きなんだけど、その全イケメンが好きなわけじゃない。うちらタイプ違うもんね。タイプ違う。イケメンの中でも、うん、タイプ違う。このこういう感じのイケメンが好きってのがある。全然タイプ違うもん、ね、うん、だって多分被ることないね。ここない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 。3人被ることないから。絶対ない。ないないない。絶対ない。絶対ない。この2人と絶対絶対この2人と絶対ない。絶対大丈夫。うちは確かに。さくら誰だろう。いやうちマジイケメン好きじゃない。トイレなら誰？俳優さん。俳優さん。イケメンだけどさ、ちょっとさ、チャラっぽいさ、はいはいはい、感じじゃない？そう、チャラさがね、ちょっとある方がいい。だから昔のヤマピーっぽい方が好き。あ、はい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 、わかる？うん、いや、めっちゃわかる。わかる。なんか昔の髪の毛長い時の、あのプロポーズ大作戦の時のヤマピーとかねえ、プロポーズ大作戦見て。え、プロポーズ大作戦見てないの？ねえ、ガチやばいよ。お願い。ガチやばい、ガチやばい。あれはもう本当にもうちょっとイライラしちゃう。イライラしちゃうな。あ、イライラしちゃう。もう頑張ってって思う。感情入りすぎて。そう。もうちょっと頑張って。あ、ちょっと言えばいいみたいなのになる。ゆかのタイプは
本当バラバラなので分かる。バラバラだからね。だからもう本当に分かんない。分かんない。でもちょっと個性的な人が好き。あ、ちょっと個性的なんだよね。自分にある感じのね。だからソクフェンとかじゃ絶対ないもん。あ、だからダンテなんだ。だからダンテなんだ。ダンテってもう本当に個性的だもんね。個性的。自分あるもんね。ダンテはですね。本当に主人公じゃないんだよね。主人公の隣にいる。あー、系だ。なるほどね。あー、なるほどね。本当に全員系と全く違うね。マジでそうだもん。だから花壇だと道明寺でも花壇でもなくて、あのあれだ、お茶の人。そう、お茶の人。名前も出て、名前出てこない。誰誰誰、三笠さんだっけ。西門さん。西門さんだ。西門さんだ。あ、好きよ西門さん。西門さん誰がやってる。松田翔太。松田翔太。あー、はい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 、わかる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 ね、結構好きでしょ、そういう感じ。はいはいはい、分かってきた。今後付き合う人たちが耳が好き。さ、なんかちょっと歯山昔のエマピーとか、なんか確かになんかチラの相手がそういう人ですみたいな感じ言ってるけど全然違う。全然別にそんなことないです。バラバラでした。いつもバラバラでした。はい、ということで締めようとしてるやん。私たちの巣が見えたところで終わりにしたいと思います。この動画終わりよ。やばくない、なんか今日時間がさ経過するにつれて今日緩くなってた。わかる、逆にね。まあでも楽しかったから。オッケー、オッケー。はい、残りはスタッフさんに食べてもらいます。お願いします。ラブです。今日の動画はここまで。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。撮影終わりでなんかご飯さ今日行けないって話してたけどさ、わかるね。わかる。そんぐらい結構なんか。そんぐらい語り尽くしてる。語ってるね。結構楽しかった。楽しかった。ね、楽しかった。